はい、こんにちは。薬膳姉妹金ちゃんです。はい、今日はいつものエプロンをつけていません。なんでかっつうと、はい、今日はご飯を作らないからです。並んでますね、ここにいろいろ。はい、今日はなんとこれらを食べてみたいと思います。え、これ何？これ何？これ何？はい、実はですね、これなんと日清食品の完全飯って言って、33種類の栄養素がバッチリ入っているっていう体にとってもいい食品なんですね。まあ薬膳姉妹だけど、まあ、お酒も飲みゃラーメンも食べます、はい、で、この間コンビニに行ってスーッとドア開いたら、なんとそのコンビニの一番前にドドーンと大展開されてて、33種類の栄養素、バランスが取れてて体にいいって書いてあるこの横に、およそ体に良くなさそうな感じのものがこういっぱい並んでて、もう気になってしょうがなくて、で、うち帰って調べてみたら、これがすごい優れものだったんですよ。なのでこれはやっぱり食べてみたいということで、また買いに行きました。はい、やってきました。こちらセブンイレブンです。さあ、まずは入っていきましょうと言ってドアを開けると、はい、なんともうこの開けてすぐのところに大展開されています。完全飯シリーズ、はい、33種類の栄養素と書いてある。もうこれ気になりますよね。まずさあ、そしてあんまり健康そうに見えない食品が一つ、そしてカレー飯、なんか普通のカレー飯とやっぱ違うんでしょうね、これね、完全飯だからね。他に何があるのかな。おい、グラノーラ、これはわかる。スムージーも2種類ありますね。とりあえず全部買ってみましょう。ということで、はい、もう大展開されてましたよね。もう33種類の栄養素を入れるのも大変だったみたい。やっぱりこう苦味とかえぐみとかも出てくるんで、それをいかに抑えるかっていうところも研究して、であとは何しろバランスの取れた栄養、すごく必要なのがタンパク質と脂肪とそれから炭水化物、これを綺麗な三角形でバランスを良くすることで体調も改善できるし、しかも太らないですよ。はい、そのバランスがしっかり取れてるのがこの3種類です。はい、なのでこれをまず食べていきたいと思います。で、全部食べられないので一緒に食べるのがお母さんです。はい、お母さんと一緒に食べていきます。はい、これは焼きそばみたいな感じ、お湯入れて5分でお湯を切って汁を混ぜる。はい、これパカーン、トントン、はい、仕上げオイルと信じて混ぜろ、信じて混ぜろ、完全謎パウダーが入っておりました。きっとカレーになる、信じろってことですね。はい、これです。両方5分、はい、両方5分です。あ、これはバナナスムージー、グリーンスムージーもあったんだけど、ちょっと美味しそうな方買ってきちゃいました。これは大豆グラノーラ、できる女的な、おやつはこれよって感じ、朝はこれよ、おやつはこれよ、まあシーンに合わせて食べられるってやつですね。じゃあまずこの、油そばとカレー飯にお湯を入れていきたいと思います。お、これはお見せしなきゃ。カレー飯の中身こんな感じ、油そばの中には、はい、カラフルに火薬と粉末調味料、仕上げオイルと液体のタレが入っております。火薬、火薬だけ先に入れますね。あ、なんか麺にもう色がついてる。お母さん5分お願いします。はい、はい、じゃあお母さん用意スタート。
5分待ちましょう。はい、なりました。はい、蓋を、剥がして、本当大丈夫なの？このまんま入れて混ぜればいいんだって。だってさ、お湯だらけのお湯の中だよ。だって信じて混ぜろって書いてあるからいいよね。へー、ちょっとお母さん、これかき混ぜといてくれますか。ぐる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 。ちょっとこれお湯切りしてきます。あね、ありがちだよね、これ、これ。あるある。この蓋にくっついてるやつ。許せない。危ない。どれがどれだか分かんなくなってる。これはカレー飯。じゃあ、仕上げオイルもここに入れる。透明のオイルです。お母さん、これすいません。またぐるぐるお願いします。ててて。のでもこれオイル入れないとこっち混ざんないわ。うわ、オイル赤い赤い赤いよ。辛そうじゃない？お、おいしそう。あ、おいしそう。混ざりました。じゃじゃーん、これじゃじゃーんってやるとこぼれるわ。じゃじゃーん、よし。それにこのグラノーラとバナナスムージーも、はい、食べてみましょう。さあ、ではいただきましょう。お母さん、いただきます。よし。さあ、ではどうしよう。私これからいくね。油そば気になるのよ。辛いかな。辛いでしょ。ね、結構ピリッとくる。ピリッとくるから、最後のオイルは調整した方がいいかも。お姉ちゃんなんか絶対倍増したいタイプだと思うけど、これはお好みにあっていいかも。ほら、これ普通小麦粉でしょ。この小麦粉に食物繊維とタンパク質を練り込んであるの。だから小麦粉だけじゃないわ。合わせてある、合わせてあるからバランスがピッ、三角、三角よ、さあ次これ食べよう。カレー飯食べようか。さ、美味しそう。色がいい。カレー飯、おお、美味しいね。美味しい、美味しい。高級な食べ物みたい。うん、うん、今お肉入ってた。これだいぶ大豆お肉だと思う。大豆お肉入ってるし、でこれはほら、最初こうお米じゃなくてご飯を一回炊いて乾燥させてあるじゃない。そのご飯を炊くときに栄養素をババッと入れて炊いてあるんだって。だから実はこのカレーかけないで、あのお湯入れて柔らかくなったご飯食べるだけでも栄養がある。よく調べたでしょ。うん、これ水加減も考えたんだろうね。じゃあスムージーいこうかな。スムージー、豆乳、発酵乳、バナナ果汁、マンゴー果汁など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 いっぱい。おいしい。単純においしい。大豆グラノーラ。あ、歯切れがいい。母の。はい。歯切れがいいね、これ。そこが特徴みたい。サクサク、ザクザク。黒大豆。くるみ。くるみに決まってるね。ときな粉とシリアルが入ってます。最近ね、塩分が気になるの。しつこく言ってたでしょ。大好きだったラーメンの塩分がその1食でね 8.8g も入ってたので、成人女性の1日に必要な塩分 6g だった。
なのに 8.8 のラーメンズルズル汁まで飲み干してました。はい。で、これはなんとね、塩分はね、2.2 いくつとか。これで 2.7。これで 2.7。すごいよね。ねこれで 3.5。すごい。お家にある袋麺とか、こうやって見て塩分量を見ていただけると、これがいかに塩分量が低いかわかるかと思います。つって、日清の宣伝マンじゃありませんか。はい。ダイエットの人は、これに置き換えるだけでも、ね、満足感ある。忙しい人も、栄養素の面でこれに置き換えればバッチリ。という、優れもんでした。んで、これが実は、他のスーパー探してもなかったのよ。うん。で、セブンイレブンだけ先行発売です。セブンイレブンの宣伝マンじゃないよ。はい。ということで、あとは日清の、ね、サイトで通販もやっているそうです。ということで、もう気になってしょうがなかった完全飯を、はい。実食リポートさせていただきました。はい。今日も見てくださって。ありがとうございました。